はい、皆さんこんにちは。今日は太る自分を食い止めたい方、全身痩せ8分間トレーニングです。初級編ですので、ぜひ一緒に頑張りましょう。最初はヒップリフトです。仰向きに寝て、膝は立て、膝と膝の間は拳1個分ぐらい開いて、内ももを効かせていきます。お尻を上げるときは骨盤を後ろに倒しながらアップして、戻すときは背骨の上の方から床に戻していきます。お尻を上げるときに呼吸を吐いて、戻すときに吸うようにしていきましょう。次は腹筋です。仰向けになり、両手は組んで頭の後ろにセットします。足は拳1個分開きます。呼吸を吐きながら頭胸をアップします。アップするときは肩甲骨が床から浮くぐらいまでアップして、ゆっくり戻していきましょう。腕の力で上がるのではなく、お腹をしっかり使ってアップダウンしていきます。次はヒップリフトをして、お尻をキープした状態でかかとを上げ下げしていきます。反り腰にならないように、骨盤は後傾しながらキープしていきましょう。この姿勢をキープするのはちょっときついですよね。二の腕の力も使って姿勢をキープしていきます。呼吸は止まっていませんか？繰り返しながら行いましょう。次は膝を左右に倒しながらお腹をひねっていきます。両腕は鎖骨の延長に伸ばして、膝をピタッとくっつけ、左右に倒していきましょう。息を吸いながら倒して、吐きながら戻します。足はつま先立ちになって行いましょう。次は横向きになって、左のお尻をアップダウンしていきます。上側の手をしっかり伸ばして、胸が下がらないように注意しましょう。下側の膝は曲げて、姿勢をキープしながら繰り返し行います。お尻をアップした後、
少しだけキープしてお尻を下げるようにしていきます。次は先ほどの反対側を行います。肩が上がらないように首を長くしながら行いましょう。呼吸を止めないように鼻から吸って口か鼻から吐くようにします。辛くなってきたらお腹をぐいっと引き上げて頑張りましょう。次はうつ伏せになってスイミングを行います。うつ伏せになり、両腕と両足を上げた状態で左右交互に上げ下げしていきます。常に腕と足は床につかないように動かしていきます。お腹をぐいっと引き上げ、腹筋を使って腰痛を予防していきます。これがラストのトレーニングです。うつ伏せになり、胸まで上体を上げたところでキープしながら腕を上げ下げしていきます。脇は締めて体に沿って動かしながら、指先はピーンと伸ばしておきましょう。ラスト10秒、ちょっときついですけど、頑張って。はい、皆さんお疲れ様でした。地味に全身効いたんじゃないかなと思います。ぜひ継続してみてください。そして、なかなか一人ではダイエットが続かないというあなたにオンラインフィットネスでサポートさせていただいています。気になる方はぜひお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。